ヘイヨーケンズメッシー。実際今日ね、このジャイホリ使ってきます。ラポカチっていう海外の有名選手が使っていて、トロフィーがね、すごく上がっていたので真似させていただきました。で、一応ポイズンと5型があるんですけど、スケドラが多かったら5を。難しいね。ポイズンの方がスケドラにも勝てるし。って感じで、これでね、さっきのミルダム中に300ぐらい取り上がって、で、またいろいろ使って沼ってっていう感じなんですけど、今。ジャイホリで紹介していこうと思います。サブチャンの方もね、ちょっとこの後出していきます。今日ちょっとね、動画が日中撮れなかったので、夜遅めになっちゃってるんですけど、やっていこうと思います。ここまずポイズンでいきましょう。マジアチャ。一応ペッカにも勝てるっちゃ勝てるんですけど、バカきつい。ザップ、まあペッカでしょう。ディガー出してあげて、ユーノ。まあスケまで出しとくけど、あんまり意味はないかな。ここまあ来ますよね。とりあえずこれで釣ってあげて、でまあエレキから処理してくれるので美味しいと。ダクネ出してあげて、こうダクネだけで、はい。で、あのユーノにスケを当てる感じでいきたいんですけど、いろいろ戻ってきましたね。ちょっとウッドも使っといてあげて、ゴボリで守りましょうか。で、ここはゴボリに回収させて、逆サイ工場は、まあ、エレキとかで守っていきましょう。マジアチャだけで許容か。エレキとディガーまで行っていいの、これ。エレキとディガーで、抑えつつ。いや、ここ入ってくの痛え。がしかし工場切って、おい、いらんかった、いらんかった。これ鉄ペッカかな。鉄マジか。ポイズン打ってディガー飛ばします。でペッカが来て先に工場から来る。美味しいですねこれ。ある程度許容でいいでしょう。で、エレキ出しつつ、いろいろ出して、ここな、ディガーで救いたかったんだけどな、ここ。とりあえず、いろいろやっといてあげて。はいはいはい。はい、これで全部守れて、ディガー飛ばせば相手出したとしても7個スペッカなんで、どっちかやりますね。1発入って2発入ってグッドゲームか。 OK、 こんな感じで、はい。まあ今のは結構分かりやすい、分かりやすい立ち回りでしたね。相手がペッカ出してきてジャイで釣ってみたいな。美味しかったです。ちょっとね、陸受けが若干足んないので、ディガーとかをねうまくゴーストに出してあげないといけない。今ちょっとね、ミスが多かったので、気をつけていきましょう。ディガーを、初手出しまして。一応このデッキね、2.6 億とかに勝ってくるのがでかいんだと思います。ゴボリ。ロイホグか。スケドラもいますね、多分。さあ、30死いるかな。ヒースピー、ダクプリ。30死いたらちょっと話が変わるんですよね。でも、ロケット砲しないってことは、30死いそうだね、これ。まあ、ディガー出してあげて、ダックプリで受けてくると。まあそしたらもう一回ここだな。
で一応ヒースピ来た時用に、はい、出しといてあげて、これはあんまりいいでしょう。オッケー、いいね。ジャイが2発、ダクプリがちょっとしんどいんだよな。はい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 。でヒースピンまで来たらウッドまで打つ感じで、来なかったらまあ放置いいかな。とりあえずディガー飛ばして、さあ三重子来ました。一応こっちに出しといてポイズン、ディガーまで出しとくか。で一応三重子用に回しといてポイズン、あそこのマスキやってくれるとでかいな。はい、ウッドこっちだね。でエレキここ、ちょっとね痛いんだよなこれが。三重子がちょっときついですね。グッドゲーム。三重子がちょろっときついです。はい、ポイズンだと速攻性がないんでね、守られると。欠陥して、ポイズン、ポイズン端前とかかな。まあ惜しかったっすね。多分タワーにポイズンかけると、二重子がハミチンしてくるんで、ここに打つ感じの方が多分コスト節約できるんで、そういうところをしないとダメですね。さあゴブ小屋出して、ロリババと、いやーなんかあれっぽいな、ゴレっぽい、ゴレクロっぽいな。今ゴレクロマジで強いらしいからな。違うか、ロイホグ。とりあえずディガー出してあげて、はい無理でした。あーなるほどね。あれですね、迫撃ロケコのやつか、ファイボ入ってるか。デリバリーウッド型さっき当たって、コウモリディガーが強いんですよね。こっち呪文がポイズンウッドなんで、コウモリディガーされると結構きついと。ディガーも防衛に使って、まずは耐えることが大事そうですね。カウンターさえ組めればダメージがっつり入るはずなんで、頑張っていきましょう。ジャイで受けてあげて、ここロケット奉仕、ここら辺に打てば全部入るよね。でウッドまで打ってあげて、2発ぐらい、1発か、まあ悪くない。迫撃守りつつなんで今の美味しいですね。ディガー出してあげて、一旦ごぼうりからいきましょうか。でポイズン、基本はここら辺になるかな。でまあちょっとダメージ許容しつつ、相手コウモリなくね、コウモリねえな、ギャングになってるわ。把握しました。シンプルポイズン打ってきゃいい。でここにディガー飛ばして、
迫撃かギャングなんで、ウッド転がして一発二発三発 OK、 おいしいで、これはエレキで受けてあげればいいんで、ポイズンでいっか。もうちょっとボーイからっすね。とりあえずディガー飛ばして、いやここ当てられるの結構きついっすね。ここ迫撃絶対くるんで、でエレキで受けつつ、ポイズンってどうしまいか。うん、おしまいですね。オッケー、グッドゲームですね。よし、そんな感じで、まあ、ジャイホリね、こういう、まあ、枯渇系に対して、まあ、でもね、インフェには何もできないので、ディガポイで攻めるって感じ。ディガポイで攻めるが相手にはディガポイで攻めて、ジャイがぶっ刺さる相手にはぶっ刺していくって感じですね。まあ、こういう相手の三重子、三重子がね、ポイズンだと、まあ、例えばジャイで攻めるというときに、固め三重子出されるだけで、ポイズン打っても、まあ、三重子は仕事してから散っていく、もしくはヒースピー添えられるときついので、もしかしたら三重子はあまり相性は良くないかもしれないですね。ファイボーザップとかだとまだワンチャンかな。うん、ウッドポイズンだと、遅いよ、遅いですからね。そこら辺ね、ちょっとやってみてほしいかなと思いました。ということで、今日夜遅くなっちゃったんですけど、動画2本目でした。最近ね、メインチャンネル2本、サブチャンネル1本、で夜2時間見るために生放送っていう、習慣をつけているので、ぜひ、自分のね時間が合うタイミングで見に来てください。ではおつめし、バイバイ。